人さらいは、日本のロックバンド。人さらいは、1980年代に一世を、風靡した、バーベ・ボーイズのリーダー兼ギタリストだった今、道友もが、そのユニークなギタースタイルと作詞作曲の才能を発揮する場として、かねてから進行があったベースの岡雄造とドラムの、平山、平ポン、牧真に加え、ソロアーティストとして活動している、椎名淳平を、 ボーカルキーボードに迎えて新たに結成したバンド。ストーリー性あふれる今道の歌詞世界をシーナが濃厚で得意な声で表現し、それがエネルギッシュで、鋭角的でありながら、緻密さを兼ね備えたギターサウンドとタイトヘビーなリズム体が織りなす心地よいバンドグルーブに乗ってキャッチで独特なロックサウンドを展開している。楽曲は基本的に 人さらい用に書き下ろしたものが多いが、それに加えて今道のソロの曲や、ライブでは、シーナのソロの曲も演奏する。2014年10月、結成。2015年11月、今道の独創的かつユーモラスなソングライティングの魅力と、ソリッドなギターワークが、特徴のファーストアルバム、ディレクターズカットをリリース。2016年7月、前作とは一転。 ソウルフルでウェットなテイストもフィーチャーされた大人のロックアルバムに仕上がったセカンドアルバム嘘のようなマジな話をリリース。同年11月初のホールライブを開催。ありがとうございます。